エグジスト LT2500XH 購入レビューやっています。マグシールドモノコックボディ ATD タフデジタル18エグジスト、これギア比がここですね。これ 180g 6.3 オンス重量がマックス10キロっていうのはドラグのあれかな。はい、一緒に竿も買ってきました。ストリーズスカイフラッシュパワーチョーン 6011LMLXS 初めて開封します。ちょっと楽しみですね。あのダイワの60年間のこの知識をここに詰め込んであるらしいんで、60年分のリールに対するその思い入れ、これはやばいな。ちょっとまあ俺みたいな人間がこれ使っていいのだろうかっていう思いもあるんですけど、ルアーコレクターなんでね、あの釣り道具コレクターなんで全部集めていきますよ。じわーっとじわじわーっと、あー、俺も今初めて見てる。すいません、すいません。はい、こんな感じになってますね。うん、なんか丸みを帯びた生き物のような形。おお、あ、こんな感じか。へえ、小ぶりだね、なんか。で、この中にこれが入ってるんだな。ペラペラペラっと。おお、はい。で、僕は右巻きなんですよ。最近左巻きの方多いんですけど、僕は右が好きなんで右にします。まあ慣れれば左でもいけると思うんだけどね。もう右で巻くっていう癖がついてるんで、ほら結構ほらこんな感じで網目がね。おお、これちょっとね、この間あのステラ買ったんで、それと使い心地を、まあ、使ってみないとね、自分の体で感じないとあのうんぬん言っても説得力ないと思うんで、自分で使い倒した後にどうなのっていう、そのレビューをまたいつかね、気が向いた時にやろうかなと思ってます。お、ここしっかり締めとかないとね、一回ね海でポロッと落として、うおーってなくなりかけたことあったからな、昔の何のリールだったか忘れたけど、これしっかり締めといて、ここはなんかちょっとなんかロレックスみたいな腕時計になるみたいな感じの、ほらちょっとかっこよくない、これ。これ腕につけて歩き回っちゃったり、ほらちょっとここの丸いデザインがかっこいいね。結構僕デザインにうるさいんですよ、こう見えて。あ、このデザインはちょっとかっこいいわ。ここの合金がまた硬いでしょ、カタツムリ。ここね、ここがカタツムリですよ、俗に言うカタツムリの部分。カタツムリもう本当にこう、ほら、ここのこれ、ロレックスみたいな感じ。しかも軽くて、しかも使い心地が最高だと。おぉ、滑らかだわ。お、これここで、これね、あ、こここうなってるんだ。こんだけだ。ちょっとだ。ここで、見て。滑らか度はちょっとステラに負けない感じがするかな。うん、ステラに負けてない感じ。自分はね、リールに関してはね、結構ね、あのシマノの方が好きなんですけど、これはちょっと物が違うな。やっぱり60年分の、これはかっこいいぞ。でドラグの部分こんな感じだ。うわ、なんかやっぱりちょっと高級品の音だね。音が、素材がいいんだろうな。くり抜きボディかな、これ。マグネシウムくり抜きなのかな、ちょっとよく分かってないんですけど、これはこれはいいぞ。 P ラインを巻いていこう。自分はこれを巻こうかな。デュエルあとこは 1.55 300m 巻きのこれ、これで足りるだろう。うん、
これでね、世界記録取れるんで、13.5キロなんで、13キロまでは取れるんで、うまくドラッグ調整やっちゃえば多分20キロでも取れちゃうんで、これ。これで世界記録取れるぞ。はい、一緒にハサミも買ってきたんでね、シマノ、スパーシザー ST。これで P ラインも切れるだろうね、ほら。ああ、その前にね、これ、竿も見ていきましょう。はいはいはい。おぉ、いいっすね。お、なんか保証書がついてる。おぉ、これスピニング。おぉ、倒れるな、倒れるな、おい。倒れるんじゃねえよ。おぉ、スティーズ。おぉ、いいね。僕はベイトよりスピニングの方がはっきり言って好きなんですよね。うん、まあでも最近ベイトリールも慣れてきて、まあ余裕でバキバキ投げてますけど、はい、穂先はこんな感じ、うん、なんかいいリサオって感じするね。ちょっとこれなんだ、これこのハサミいいや。ちょっと打点2000円するハサミじゃないわ。やっぱりね、いいリール、いいハサミ、いいサオ、いいロッド買っといて、それを大事に使った方がなんかいい気がする。あ、これめっちゃくちゃいいわ、これ。うわ、アルマジロみたいな、この。手が触った瞬間ね、アルマジロの背中をこう撫でてる感じ。うわ、すごい。何これ、何ボディなんだろう、これ。ちょっとこの竿のことよくわからぬまま購入したんで。ただ、パッと見た感じ、これいい感じでしょ、ほら。ここになんか書いてあるので、これで見えるかな。見える？ほら、こんな感じになってます。まあ、マニアの方はここ見ただけでわかるよね。どうなってるのか。うん、こんな感じ。8分の3オンスまで投げれるってことか。うん、スティーズスピニング、おお、いいね。スティーズ軽いよ。うん、ほんと軽い。めちゃめちゃ軽い。かなり軽さを感じる。お、軽って感じ。どんぐらいかっていうと、ほんと爪楊枝ぐらいの感覚、爪楊枝持ってるぐらいな感じる。めちゃくちゃ軽い。これいいな。しかも長さもちょうど俺が好きなぐらいの短めで、どこでも汎用性が高そうな。これはどうなってんだ、これな、どうなってんだ。 SVF って書いてある。何のこれ、何なんだこれ。おお、音がいいな。はい、これダイワのロッドにはやっぱダイワのスピニングの方がいいんじゃないかな。ね、シマノとダイワ、竿がシマノでリールがなんとかみたいなよりも、シマノはシマノ、ダイワはダイワでまとまってた方がいいかなと思って。なのでね、こっちの竿こんな感じで。おお、これはちょっと初体験の締まり心地だな。やっぱ時代って進化するね。ちょっとこの締まる感じは初めてかな。生まれて初めてのなんかキュッてした感じ。ここはスポンジっぽい素材かな。へえ。おお。ああ。よかったよかった。蛍光灯にビシッてやっちゃったぞ、いきなり。だからこれ狭いところでサウフといけないんだよ、ほら。ほら。いいね。軽いわ、やっぱ今のサウは。ほんと軽くて、しかもこのリールもそうなんですけど、軽量かつタフネスボディ。うん。時代ってほんとどんどん変わっていくね。めちゃくちゃ軽いんですよ。めちゃくちゃ軽い。もう持ってる感覚がない。手に何も持ってない感覚。で、だから長時間釣りしても疲れないし、しかもタフネスボディなんですよね。うん。これ、これ、これいいな。おー、超合金みたいな感じで。この辺の。マグネシウム感が。はい、一応ロッドの説明も見ときましょう。スティーズスカイフラッシュパワーチューン 6011L MLXS スモールラバージグノーシンカーリグダウンショットリグネコリグジグリグライン、こんな感じ。ほら、この辺読みたい人は動画を止めて読んでみてください。P ライン 1.55 が巻きました。結構巻いたんじゃないかな。何メーター巻けたんだろう、ちょっとよくわかんないですけど。こう、あ、
やっぱこの辺の形がなんか台輪って感じするね。台輪のスピニングもね、1個2万円のやつ持ってるけど、あれとなんか似てる感じ。ただ巻き心地がなんか滑らかな感じがするね。ということでね、これを100回使ってみて、また今ガリって言ったと思います、竿が。これも100回使ってみて、で、ステラも100回使ってみて、の上での、使い心地のね、知ったかぶり動画、またいつか、1年後か2年後かに作ろうと思います。まあ、使ってみない、いろんなあらゆるパターンね、で、使ってみてこそ説得力増すと思うんで、でも YouTuber のこれね、最近釣り YouTuber なんつうもんがすごく増えてきてるんだけど、こう YouTuber の長所っていうのは、歯に衣着せないとこあるから。あくまで自分がこう感じたよっていうね、その素人に近い、その視聴者の目線に立った上でのインプレね。決してメーカーさんに踊らされない。だから、今のところ自分の中では、ダイワのリールとシマノのリール、いろいろ使い込んでみて、まあ使い込んだっていうのもそんな、こんな高いのは今、初めて買ってるからあれだけど、まあ2万円台のリールいろいろ使い込んでみて、今んとこ俺はシマノのリールの方が好き。かな。ただこの、60周年の化粧を使い込んでみて、で、ステラを使い込んでみて、どっちでやるって言った時に、どっちがいいのっていう時にね、歯に衣着せない感じのレビュー、やれたらいいかなと思います。それじゃ。